デイビッド・マクドウェル・ブラウンはアメリカ海軍の大佐アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。初めての宇宙飛行である STS-107 のミッションで大気圏再突入の際に発生したコロンビア号空中分解事故により死去した。ブラウンは1996年に宇宙飛行士になったが STS-107 の前にミッションに着いたことはなかった。ブラウンは サウスカロライナ医科大学でのインターンを経て、アメリカ海軍に入隊した。1984年に航空医官としての訓練を終了すると、彼はアラスカ州アダクの海軍支部病院で勤めた。その後航空母艦、カール・ビンソンで西太平洋に展開した。航空医官として勤務していた1988年、航空医官としては10年ぶりとなるパイロットへの 転換訓練者に選抜された。彼は1990年にテキサス州 B ビルで海軍飛行士に任命された。ブラウンはその後 A-6 の訓練と資格取得に派遣された。1991年からはネバダ州ファロンの海軍攻撃航空戦センターで教官として働いた。さらに彼は FA-18 の資格を取り、 1992年にインディペンデンスで日本に展開し A-6 や b f 1 1 5で飛行した。1995年からは彼は航空医官としてテストパイロット学校に勤務し T-38 等で飛行した。ブラウンは2700時間以上の飛行経験を有し、そのうち1700時間は軍用飛行機でのものだった。彼は NASA で 初めての T-38 操縦資格保持者だった。彼は連邦通信委員会からアマチュア無線の免許を受けており、コールサインは k c 5 z t c である。ブラウンは1996年に NASA の宇宙飛行士の候補に選ばれ、8月からジョンソン宇宙センターで訓練を始めた。彼は2年間の訓練と評価を経て、ミッションスペシャリストの資格を得た。最初は、 国際宇宙ステーションのペイロードの開発の補助に携わり、その後宇宙飛行士のサポートに携わった。ブラウンは STS-107 で15日と22時間20分宇宙に滞在した。コロンビア号による STS-107 で2003年1月16日から2月1日まで宇宙飛行を行った。16日間の飛行では科学実験を行った。 二交代制で1日24時間働き、乗組員は約80の実験を行った。STS-107 のミッションは2003年2月1日予定された着陸の16分前に大気圏再突入に失敗して終了した。ありがとうございます。